はい、もしもし。お、なんだこれ。もしもし。え、かわいい。うん、どうしたの？え、相談なんですけど、私のお母さんの相談なんですけど、大早く丈夫話せよ、笑ってですか？ね。お母さんの相談なんそうですじゃけ選ど、挙はい私去年の1月から3月までの3ヶ月間付き合ってた元彼がいたんですけおど、母さんにねはいで、その付き合ってた元彼とお母さんが結構仲良かったんですよ。なんか私が LINE とかよくしてたから。それでお母さんもその元彼の LINE をもらってよく話とかしてたらしくて、で結構もう別れて1年ぐらい経つじゃないですか。それでなんか私が別れて3ヶ月ぐらいした時になんか会ったりしてたんですよね、お母さんと元え、彼。待って待って、元彼、君の元彼がお母さんと会ってんの？あ、そうです。やばすぎでしょ、元彼何歳なの？元彼が高校1年生です。は？高一とお母さんが会ってんの？ そうなんですは？よ。ほんで？何したのって。なんか会ってなんか一緒に遊んだりっていうか話とかしたり、なんか 会ってるんですよ、とにかく。で、なんか LINE とかもずっとしてて、で去年の12月ぐらいにお母さんが料理してる間に通知が来てたんですよね、お母さんのとこはいに。はい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 。で、それでちょっとパッて見たんですよ、チャリンって言ったから。チャリーンって？貯チャ金リ箱ンっみたて。いなあの LINE の通知音なあ、そうです。それで、ちょっとパッて見たんですの？よ。そしたらなんか、今日はありがとうみたいな つけて、で、名前が元彼のその LINE の名前だったんですよ。だから、と思って、お母さんにこれ何？って聞いたら、ちょっと相談乗ってただけだよみたいな言ってて、濁されたんですよね。で、みたいな感じで流されちゃって、で別の日とかもなんかそのトークが開きっぱなしでとかでよくなってて、で私のお母さん携帯のロックとかかけないタイプの人なんですよ。でもそれからなんかロックがかかってたり、なんか LINE で通知来たらなんかメッセージの内容とかちょっと見れるじゃないですか。でもなんかその内容が見れない設定にされてたり、怪しいね、確かに。怪しいですよそれね。多分ね、ちょっと関係持っちゃってんじゃない？お母さん、ついえ、に。思いますよね。私もそう思うんですよ。やば。で、今日、本当に今日なんですけど、はい。なんかお母さんがキッチンにいて、で、なんかコソコソしてるんですよ。まさか。なんか、で、携帯でずっとコソコソしてて、携帯でこそこそ。で、と思って、お母さんって言ったんですよ。じゃ、みたいな。みたいな。何？めっちゃびっくりしてて。で、なんか、なんか、パッて携帯切ったんですよ。なんか電話。で、それはもしかして電話でってことですか？はい。で、え？今日だけじゃなくて、なんか、寝室が2階にあるんですけど、寝室でなんか、電話してる声が聞こえたり、で、めっちゃ笑ってたりしてるんですよ、お待って、母そう、おさん。父さんはいないの？あ、います。いるんですけど、では、なんかもう、嫌じゃないですか、なんか。で、なんか本当に寝室から笑い声とか聞こえたり、なんかちょくちょく会ってたり、LINE もずっとしてて、で、その LINE のトークとかにも、その最初の方に見たのハートマークとかもあって、なんえ、か、君の元彼はなんかそういう熟女好きとかなの？全然わかんないんですよ。本当に3ヶ月ぐらいしか付き合ってないんで。え、やばくね、それ。やばいですよね。ワンダ犯罪やしね。っていうか、お母さん。え、そうなんですか？そうだ、え、元が高校生やろ？はい、そうです。やばいって、それ。やばいですよやね。だっばていよ。もお母さんし、となんか体の関係あったら相当やばいよ、マジで。
え、それはちょっとしんこうどおい父さんか。に言っ、あ、でもお父さんに言ったら家庭が崩壊しちゃうんかな。そうなんホですリよ。デーラブみたいになっちゃうよ。で、相談する人がいなかったから。ああ、俺んとこに来た後。でもそれ解決できないよね。だお、その家庭壊してまで解決したい話でもないでしょ、正直。あ、そうですよね。いや、もうそれはね、ほっとく。元彼と連絡が取れないの？あ、もう全部ブロサクとかしちゃってます。でも元彼に言ってんだよ。私のお母さん何してんの？みたいな。でも一応ツイッターはわかるんですけど。ああ、じゃあ言った方がいいよ。だってもし元彼がさ、そういうのさ、バラしたらどうすんのよ。あいつの母さんとさ、で、あいつの母さんやべえんだよ、聞いてくれる？みたいなさ。であすのよ母さね。んとやったんだけどさ、とか言って、それ広まったらマジで君んちね、噂広まって、そこ住めなくなっちゃうかもしんないし、最悪。ですよね。どうしようかなと思って。もうとりあえず元カレにちょっと言ってみたら。あ、わかりました。はい。ありがとうございました。やばすぎ。返しはつかないから、スーツでも着て土下座しとけ。